皆さん、ファイヤーパンチという作品をご存知ですか？この作品は10月11日から放送されるチェーンソーマンの作者藤本たつき先生の初めての連載作品です。チェーンソーマンのアニメ化を楽しみにしている人たちもたくさんいると思いますが、今回はなぜファイヤーパンチがアニメ化されないのかという理由を簡単に説明していきたいと思います。まずは藤本たつきという天才のプロフィールを紹介していきたいと思います。1992年10月10日生まれ、29歳で秋田県出身です。活動期間は2013年から活動しており、初めての連載作品ファイヤーパンチはとても面白い作品です。漫画が好きな人であれば必ず知っていると言っても過言ではない作品です。最近ではチェーンソーマンが大人気で、人気 YouTuber のフィッシャーズのシルクさんが表紙のこの漫画がすごい2022年でルックバックがトップを飾りました。藤本たつき先生はチェーンソーマンだけではなく、ルックバック、さよならエリ、そして数々の短編集を生み出した有名漫画家です。発想力がすごく、世界観が独特でかなり個性的な漫画を描きます。妹が出てくる作品が多いんですが、年下の女の子が好きという理由ではなく、妹がいる方が単純に人間関係を描きやすいなど、少し変わったこだわりを持つ方で、かなり癖の強い作品を生み出しています。その癖が読者の心をつかみ、一躍大人気となっていきました。ファイヤーパンチは少年ジャンププラスで2016年4月から連載されていましたが、アニメ化はまだされていません。なぜファイヤーパンチより後に連載されたチェーンソーマンがアニメ化されていて、ファイヤーパンチはアニメ化されていないのかということを、今回は分かりやすく説明していきたいと思います。それでは行ってみよう。アニメ化されない理由1、内容がグロすぎて鬱展開が続く。この漫画はですね、主人公のアグニが不死の能力を持っているんですが、絶対消えない炎という能力を持つドマに全身を焼かれます。アグニは不死の能力を持つので、炎は消えず体は再生し続けています。常に体が焼かれているという状態なので、映像化した時にかなりグロテスクな描写になります。漫画の前半はですね、かなり面白い展開が続きます。テンポもよく、バトルシーンも豊富で、伏線もかなりあります。ですが後半はですね、トガタという男が現れ、ドマに復讐をするアグニの映画が作りたいという物語になり、少し話が逸れた部分もありました。胸クソ悪いシーンも多く、映像化するのには少し厳しいのかもしれません。ですが今回チェーンソーマンは映像化されました。チェーンソーマン自体もかなりグロテスクな表現が多いので、もしかするとファイヤーパンチのアニメ化も今後実現されるのではないでしょうか。チェーンソーマンはですね、手や足が切断されるシーンもあり、そういったグロテスクなシーンがたびたび出てくることがあります。テレビの放送時には規制が入るらしいんですが、原則を忠実に再現するという情報も出ています。もしかすればチェーンソーマンは鬼滅の刃や呪術廻戦を超える作品となる可能性は十分にありえます。ファイヤーパンチはですね、少し大人向けなイメージがあります。アニメ化していないというよりは、アニメ化に向いてない作品とも言えます。チェーンソーマンはですね、どちらかといえば内容自体は少年向けで、映像化しやすい作品なのかもしれません。最近読んだ漫画で、満州アヘンスクワッドという漫画があるんですが、この作品はアヘンを題材にしている漫画です。とても面白いんですが、薬物や宗教、政治、陰謀論など、そういった作品はテレビで放送することが難しく、アニメ化できないケースがあります。この漫画もめちゃくちゃ面白いんですが、おそらく映像化するのは厳しいのかなと思っています。そして漫画好きからすると、アニメ化しなくても漫画で楽しめるのでいいんですが、やはり多くの人に知ってもらうにはアニメ化するのが最適だと思っています。なのでやはり流行るのは子供向けの漫画、そして王道バトル漫画など、僕のヒーローアカデミアやワンピースなど、そういった作品が映像化されやすいのは事実です。ファイヤーパンチは連載されたのがかなり前で、すでに完結しており、単純にタイミングが合わず、ファイヤーパンチよりも今人気があるチェーンソーマンを先にアニメ化したのかなと予測します。アニメ化されない理由に、打ち切りをされたから。ファイヤーパンチはですね、単行本が8巻まで出ており、先ほども説明しましたが、前半の話はまとまりや一貫性はありました。しかし後半はですね、支離滅裂なことが多く、読者も理解できない部分は数多くありました。僕もその一人です。設定としては面白いんですが、終わり方がわけわからない、なぜそうなるという意見も多く、もしかすれば藤本先生が構想していた内容を書く前に打ち切りを食らったのかもしれません。漫画好きの人はわかると思うんですが、
作者の考えを完結した漫画から自分で予測するという楽しみ方もあります。題材が重いだけに万人受けはせず、一部のコアなファンからはアニメ化が熱望されていますが、先にチェーンソーマンがアニメ化してしまいました。もしチェーンソーマンがヒットすれば、ファイヤーパンチのアニメ化も全然あり得ることだと思います。個人的にはですね、ファイヤーパンチもアニメ化してほしいと思っています。今期のアニメはですね、ブルーロック、スパイファミリー2期、ブリーチなどが注目されていますが、その中でも一番注目を浴びているのはチェーンソーマンです。予告 PV を見た限り、作画もかなり良く、藤本たつき先生のこだわりで原作を忠実に再現し、声優さん選びにもこだわっているそうです。主題歌を歌うアーティストも10組ほど用意しており、どういう構成になるんだと多くの声が上げられています。大ヒットするのは間違いないので、ファイヤーパンチのアニメ化を皆さんが熱望すれば十分にあり得ると思います。チェーンソーマンはおそらく今期派遣のアニメになるでしょう。はい、ということで今回はチェーンソーマンの作者藤本たつき先生の初めての連載作品、ファイヤーパンチがなぜアニメ化されないのかという理由を説明させていただきました。作品の内容にはあまり触れていませんが、チェーンソーマンにも負けない面白さだと僕は思っていますので、この漫画を読むことをおすすめします。僕はですね、ファイヤーパンチで好きなキャラと聞かれれば、ぶっちゃけキャラの名前をあまり覚えていないですね。ですがチェーンソーマンはですね、キャラ自体に魅力がすごく、女性キャラの中でもパワーやマキマなど他にも多くいるんですが、名前を覚えやすいキャラがいるんですね。なのでその点がファイヤーパンチとチェーンソーマンの人気の差が出たのかなと僕は思っています。ということでね、チェーンソーマンは10月11日火曜日の夜24時から放送が始まります。一応ね、地上波で放送されるんですが、地上波で見れない方もね、 D アニメストアや U-NEXT など各サイトで見れますので、ぜひそちらも調べてね、チェックしてみてください。今後はですね、このチャンネルでは僕は原作を読んでいるんですが、ネタバレなしの1話からの考察動画や感想動画も最速で上げますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではこのチャンネルを登録して動画の更新をお待ちください。バイバーイ。